ロボットアニメの進化についいてて岡田俊夫先生が話されていますマジンガー革命っていうのがあったと。ロボット巨大ロボットにはマジンガッ Z 革命というのがあって、このマジンガー Z っていうのが、まあ、モーゼみたいなもんで、えー、敵がロボット怪獣なのに対して、そういうモンスター性に対して科学性で戦うというような、 旧約聖書盲ゼ的なポジションです。それに対して、機動戦士ガンダムっていうのは、科学性という樹肉ですね。肉体を持った新薬によるキリストのようなポジションであって、敵の味方も科学であるので、そのマジンガー Z の中にあったような悪魔とか地獄っていうのを個人の内面として捉えると。マジンガー Z の時は外面として捉えたものが内面というふうになっていると。でしかし、 マジンガー Z だからガンダムへの、受肉したキリストとしての、あの、リアリティを持ったガンダムっていうのはですね、リアリティをひたすら求めてゴシック化してしまうと。これがパトレイバーによるニーチェイズムというふうに呼んでるんですけども、パトレイバー2ではですね、ついにロボットが登場しない、五度を待ちながらみたいなですね、ロボットアニメになってしまったと。で、おしいさんはですね、これ、これによってロボット界の共産党になることに成功したんですよ。与党あっての野党みたいなもんですね。そんなロボットはリアルではないぞっていうようなことを言うことによって、野党トップの座を得たと。 でもそれはですね、ひたすら、あの、非科学的だとか軍事的にあり得ないというマントロアを唱えているうちに、ロボット好きという人たちが社会の中で孤立化してしまって、社会の中心が教会の外へ出てしまったのか、カソリック教会の外へ出てしまった。 つまり、心が震えるなら、内面が震えるなら、それでいいんじゃないかというプロテスタントの誕生でですね、リアリティというのは、まあ、マーキング程度でいいんではないかというようにロボットは進歩していた。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。